iPhone OS には Apple が開発しているモバイルオペレーティングシステム iOS の2番目のメジャーリリースである2008年7月11日にリリースされた iPhone OS には2008年6月9日に行われた Apple Worldwide Developers Conference で発表され2008年7月11日に iPhone 3G とともにリリースされたリリース前は iPhone OS 1.2と呼ばれていた。iPhone OS 1を搭載した端末は全て iPhone OS 2にアップデートが可能だった。iPhone OS 2.0のリリースに先立ち、Apple は基調講演を行い、iPhone OS ソフトウェア開発キットをデベロッパー向きに発表しており、これによって iPhone OS 2は App Store でサードパーティー製アプリケーションに対応した最初の iOS となった。 アップストアが搭載され、サードパーティー製のアプリケーションに対応した。これまでは、iPhone に Apple 製以外のアプリケーションをインストールするには、Apple が推奨、サポートをされていなかった脱獄を行うしかなかった。App Store でダウンロードできるアプリケーションの数は、当初は500個だったが、その後増加した。現在、App Store には2016年時点で200万個以上の、 アプリケーションが揃っている。メールアップは一新され、プッシュメール機能により常時接続が可能になった。また、iWork の添付ファイルや Microsoft Office の添付ファイルにも対応した。その他、b c c や複数メールの削除、送信メールの選択機能などが追加された。連絡先アップでは、連絡先を一件ずつ検索されずに、検索できるようになったほか、 シム連絡先のインポート機能も追加された。マップアップは Google ストリートビューの搭載、公共交通機関や歩きながらの道案内、ドロップしたピンの住所を表示する機能などが追加された。端末を横向きにすると関数電卓が表示されるようになり、アップアイコンも刷新された。イモレのレネリッチーは全体的に見て iPhone ファームウェア2.0は iPhone を アップル2や Mac と並ぶ現代技術における偉大な革命の一つとして位置づけられる驚くべき成果である。単なる電話 iPod、あるいはスマートフォンの域を超えてコンピュータの次の大変革の主役になるだろうと述べた。しかし安定性の問題や全体的な動作の遅さについて批判した。MacWorld は iPhone 2.0のソフトウェアには 第2世代のアップル製品に期待されるような洗練された機能が満載されている。iPhoneOS はまだ完璧ではなく、アップルがいくつかの残された欠点に対処していることを望むが、すでに間違いなく市場で最高のモバイルプラットフォームであったものが歓迎すべきステップアップであると述べた。ありがとうございます。